はい、えー、こちらがですね、えー、新しく、えー、買ってきました。車のね、ガラスコーティング剤なんですけども、一応、えー、と商品名がソフト99の、えー、スムースエッグプラチナムリキッドという、えー、商品でして、で、あのー、いつもね、えー、ガラスコーティング剤とかワックスを買う前はね、 えー、事前にネットとかで結構あの入念に下調べをした上でね、買うことが多いんですけども、もう今回はね、えーまあ、オートバックスね、フラット、えー、行った時に、えー、もう完全にこのね、ジャケット買い、まあ、ジャケ買いですね、いわゆる、今もう言えへんのかな、ジャケ買いとか、えー、このね、パッケージのデザインだけで購入を決めました。なので、えー、どういった商品なのかっていうのは、えー、全くね、 わからない、えー、状態なんですけども、まあ、ちょっと中を開けながらね、ちょっと見ていきたいと思うんですけども、まず、あ、このスムースエッグ自体はね、結構、まあ、有名というか、僕も聞いたことはね、あるんですけども、まあ、それのプラチナムリキッドということで、まあ、かなり高級感のあるね、あのー、デザインになってます。新次元の光沢、艶。 ということでえー、っとまあねはいガラスコーティング剤のパッケージにありがちな、えー、表記がねされてますえ脅、ー、威の水はじき、まあ、これねでも脅威の水はじきと言われてもねまあでも撥水性なんかな浸水性で水はじきとはね言わないですもんねおそらく撥水性の商品なんだと思いますでここがえー、っと 内容ですね。詳細。えー、はい。セーブ、軽素系ポリマー、光沢ポリマー。要はね、えー、よくある、えー、簡易ガラス系コーティング剤ですね。で、えー、っと、中性。で、内容量は 230ml。中型車が約6台分ということですね。で、使用方法はもうありがちなね、えー、感じですね。洗車後の濡れたボディにそのまま、 スプレーをしまして、で、えっと、クロスで拭き上げていくということですね。で、注意書きとして、えっと、ガラスとか、あとミラーには使用できませんということですね。で、えっと、あ、書いてますね。浸水疎水系のコーティングを施された車は使用後、 えー、本製品の効果の間は撥水状態になるということでやはり撥水性ですねで中身なんですけどおすごいなんか台がついてますね、はい、台入り台入りというか台に入ってまあ高級感はねありますね、はい、まあ、でもかなり安っぽい紙の台ですけどでこちらがはいスムースエッグプラチナムリキッドですね で裏側にはさっきのパッケージのね詳細と同じようなことが書いてますとただでも結構この持ち手っていうかここのね部分があのしっかりしてるような気はしますまああんまりねそこ重要ではないですけども、はい、でえー、っと付属の、えー、施工用クロスですねこんな感じの触り,触り心地は分かれへんな 生地になってますね、布。はいあ、でもまあまあ、あのー、マイクロファイバークロスの中では結構、すべすべというかね、あのー、なんていうんすかね、細かいですね、キメが。いはい、で、えっ、ー、と、 えっと、まあ、これね、実際また施工の方はね、動画に撮ってアップしたいと思うんですけども、まあ、撥水性。で、ま、ツヤがね、どれぐらい出るんかっていうのをね、えー、やっぱり非常に大事なんで、えー、こちらを見ていきたいと思います。で、まあ、6回分ですから、あのー、結構ね、施工できると思います。回数がね。 ただまあ、一回施工した時の耐久性ですね、どれぐらい持つのかっていうのが非常にえ大事になってくるので、その辺もね、施工後、予想ね、見ていきたいと思うんですけども、まあちょっと前調べをしてないのでね、パッケージを見ながらのえ紹介にはね、なったんですけども、まあ実際にこちら使ってみてね、どれほどの効果があるのか、検証していきたいと思います。 でね、これあの、オートバックスで、えー、もう普通にね売ってるものを購入したんですけどもあのー、こ3000、ね、な何倍、3500、百0 0円で、えー、オートバックスで売ってたんかなな、ね、ちょっと帰りにあのアマゾンで同じ商品で検索してみたら、ね、2100円とか200円ぐらい1000円以上ね、安くアマゾンで売ってたのであの、もしね、興味あってこれ買いたいなと。 思われた方は、あのー、値段だけちょっと要注意してもらった方がいいと思います。1000円、結構たぶ3分の1ぐらいの値段で Amazon で売ってたんで、やっぱりちゃんとね、こういうのを買うときは下調べをした方がいいなっていうのはね、えー、改めて思いました、はい。まあ、オートバックで3600円ぐらいで売ってたんかなはい。っていうことです。はい、じゃあまたね、実際の施工動画、効果の方はね、えー、実際に施工して、 動画を撮って、えー、検証していきたいというふうに思います。以上、えー、スムースエッグプラチナムリキッドの開封動画でした。